まあ、2034年も含めてかなり厳しいという状況を踏まえつつですね、38年以降の大会の招致というものをどうしていくのかということについて、まあ、改めて協議をさせていただきたい。一旦ですね、立ち止まった上で今後の招致のあり方についてやっぱりこのみんなですね、議論をして、この進めていくということは私は必要じゃないかなと。秋元市長は招致活動についてどうしていくのか協議させてほしいと述べ、招致活動に大きくブレーキがかかった形となりました。